野津山幸弘は、日本の男性声優。大阪府出身。ラッシュスタイル所属。2017年、大阪アミューズメントメディア専門学校を卒業。ラッシュスタイルに所属。事務所に入所して間もなく、ヒップノシスマイクのオーディションに合格。アリス川大水役に抜擢される。2019年、第13回声優アワードにて、ヒップノシスマイクとして、歌唱賞を受賞。 所属事務所、ラッシュスタイルの代表であり、ヒップノシスマイクでも共演する、早見進すむと、お笑いコンビ、ラッシュスタイルを組んで、M-1 グランプリ予選に出場。1回戦を通過するが、2回戦敗退した。2020年2月より、ラッシュスタイル準所属から、正所属となる。高校2年生の時、当時深夜に放送されていた、進撃の巨人、変態王子と笑わない猫。 手の家事勇気の演技を見て、声優を志す。趣味は、プラネタリウム鑑賞、砂時計集め。砂時計を好きな理由として、砂を見ることで目に見えないはずの時間が見える。時間の大切さを知ることができると語る。得意料理は唐揚げ。唐揚げが好きすぎるあまり、食べる側から作る側へ。日々美味しい唐揚げの作り方を研究をしている。お笑いコンビ。 ラッシュスタイルを結成したきっかけは、2018年秋の事務所の新人発表会での津山自身が漫才をやりたいと言い出したが相手が見つからず、それをかわいそうに思った、早見進が名乗り出たことから始まる。ふとじはメインキャラクター。映画ドラマアニメはインターネット配信。ありがとうございます。